様々な大きさのパンチショーは30年代の二穴パンチパンチは書類等の紙を先行するための文房具。通常はファイルやクリップボード、綴り紐等を用いて書類を閉じるために紙に丸い穴を開けるための穴開けパンチを言う。パンチャーとも言う。なお、主にカード類等の装飾用に用いられる特殊なパンチとして、 クラフトパンチ、エンボスパンチ、コーナーパンチがある。小型の二穴パンチ。サイドゲージを引き出したところ、手持ちタイプの一穴パンチ大型のパンチ側面から見た、構造穴開けパンチは、紙に小さな穴を開けるための文房具である。昔からある千枚同士と用途は同じだが、手動のものは、構造にてこの原理が応用されており、 より少ない力で済むようになっている。また、複数の穴を決まった位置に等間隔で開けることができる、刃が露出していないので安全といったメリットもある。ただし、穴の大きさを調節することはできない。穴開けパンチの刃は通常は、円柱状で深円の穴を開けるが、星型や花型の穴を開けるクラフトパンチと呼ばれる、特殊な穴開けパンチもある。なお、 電動式のパンチもある。日本においては1904年、独ゾエネっけんの二欠パンチが輸入されたのが始まりである。事務機械商社の黒沢商店によるもので、同社は国内生産も行った。穴開けパンチに紙を挟み込んでからハンドルを押し下げると、刃が降りて紙をくり抜くようになっている。ハンドルは、テコの原理を用いており、少ない力で穴を開けられる。 くり抜いた際に生じた紙ゴミは、刃の真下の穴から排出され、底面のケースに収められる。多くの製品は据え置き型であり、側面には、紙の中央に位置を合わせるためのゲージがある。通常は、可動式で A4 や B5 といったメモリが設けられており、様々な規格の紙に対応できるようになっている。小型の製品では、サイドゲージは省かれていることもあるが、 その場合にもパンチの紙をセットする、中心部分に矢印等の目印が入っており、紙の真ん中の部分をその目印に合わせることで、定位置に穴を開けることができるようになっている。なお、パンチで開けた穴に大きな負荷がかかると破れの原因となることから、パンチ穴の補強のために、専用のドーナツ型のパッチをあらかじめ、もしくは、後からの補修として貼ることができる。 パンチが一度に穴開けできる枚数は製品ごとに異なり、製品仕様に PPC 用芝居のように示されている。機上で用いる小型の製品の能力は、おおむね10枚前後である。大型の製品では、一度に数百枚単位の穴開けが可能なものもある。先行能力の高いパンチでは、必要となるてこの効果を得るために、ハンドルが大型化しており、 それを支えられるよう規模も大きくて重い。さらに強力な製品になると手動ではなく電動式になる。穴開けパンチには多くの種類が存在するが主なものを以下に挙げる。パンチが開ける穴の位置やサイズは規格があり製品が異なっても基本的に共通となっている。 2結 ISO838 による規定ファイル用の穴開けについて最も一般的な規格は ISO838 である。この規格では穴は2つで直径は5.5 mm から6.5 mm の範囲と定められている。位置は紙の一番近い端から約12 mm で2つの穴は紙の軸に対して対象の位置になければならない。 また、穴同士の距離は、穴の中心から測って、約8センチメートルの範囲とされている。100ミリメートルより大きい紙の規格はすべて、この方式でファイリングできる。文章を印刷する際は20から25ミリメートルのマージンを設ければ、この方式に対応できる。日本工業規格においては、JISS6041、事務用穴開け機が規定されており、穴の規格は、 ISO838 と同じになっている。パンチの品質や試験方法などについても言及されている。4結4結拡張規格もまた広く使われている。追加の2つの穴は838規格の2結のそれぞれ上下 8cm の場所に開ける。4つの穴で閉じることで安定性が向上する。 この規格は 8cm の間隔を置いて穴が並ぶため888とも呼ばれる。直接的には4穴パンチを用いるが2穴の規格と穴の間隔が同じであるため2穴パンチを2回使うことでも対応できる。2穴パンチにはサイドゲージに888の表示を持つものがあり、これはこの用途に用いる。 三欠のバインダー三欠レターサイズを用いる地域では三欠方式が広く使われている。穴の位置は対象に、距離は1 0 8ト、mm、ルとされている。穴の直径はメーカーによって異なり、典型的には6から8ト、mm、ルである。紙の端からの距離もまた異なっているが、1 2ト、mm、ルが典型的である。ISO838 と異なり、この方式には、 カッコとした正規の規格というものがない。240mm 以上の紙にだけ適用できる。日血、アメリカで使われる。別の規格には、ファイルバインダー方式がある。これは2つの穴を対象の位置に、7cm の距離を置いて開けるものである。穴開けパンチ以外の特殊のパンチとして、次のようなものがある。ありがとうございます。